茜でございます。皆さん本日も YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。本日紹介する、トレーニングはですね、股関節周りのモビリティエクササイズになります。股関節周り、しっかりと柔軟性向上できますので、ぜひこちらですね、ご参考にしていただき取り組んでやってみてください。はい、それでは、股関節周りの柔軟性を向上させることができるモビリティエクササイズを始めていきたいと思います。本日は5種類ごと紹介していきますので、よろしくお願いします。まず1つ目が、ランジのフォームからいきます。まず1つ目なんですけども、膝立ちします。90度の姿勢をとります。でこのまま体をしっかりと直立します。手はまっすぐ合わせるようにします。でこのまま横方向向きます。横方向を向いて、そのまま体重を後ろにかけていきます。ぐーっと。そうするとここの股関節周り、筋肉がしっかり伸びますので、後ろに下げていきます。で戻してもう一回いきます。正面から見るとこうです。はい、それではこちらを左右5回ずつやってみましょう。はい、まず片方の足からいきます。はい、準備してください。1 2 3 4 5。それでは反対の足いきます。1 2 3 4 5。はい、 OK です。続いて2種類目いきます。今度はですね、さっき前足だったんですけど、こちらをそのまま真横に足を位置させます。でこのまま今度は横方向にスライドさせていきます。この時猫背になってる人のように直立したまま横方向に行きます。横から見ると5回ずつやってみましょう。はい、こちらの足を真横に出していきます。1 2 3 4 5。はい、それじゃあ反対側いきます。1 2 3 4 5。 OK です。じゃあ続いて3種類目いきます。3種類目はスパイダーランジと言います。雲ですね、雲の動きのように、姿勢をとります。どのようにやるかというと、まずですね、足を大きく踏み出します。この時腕の横に置きます。で、後ろ側の足は膝を浮かすようにします。こうですね。ちょっとこれで雲の姿勢になりました。で、この状態で、まあ股関節伸びるんですけど、ここでお尻を5回転します。1、2、3、4、5。で、反対は、もう行います。正面から見ると、こうですね。しっかり足を大きく出して、膝を浮かして、はい、OK でしょうか。じゃあこちらもですね、5回5回ずつやってみましょう。じゃあ右足からいきます。はい、1 2 3 4 5。逆回り1 2 3 4 5。 OK、 反対足いきます。はい、1 2 3 4 5。逆回り1 2 3 4 5。4つ目いきます。
4つ目は、まあ、90-90といって、90度90度足を傾けるトレーニングですね。まず、体育座りのように、足裏をしっかり床につけます。そして、足は肩幅ぐらいに広げます。このまま、真横に倒していきます。両膝が床につくようにします。こうですね。この時、片方の足裏に、ところに膝が来ることが目安にするといいと思います。こうですね。で、そのまま逆いきます。こうですね。で、股関節硬い人は、本当にこの辺がきつくなると思うんで、無理しないようにしてください。女性の方は、結構柔らかいので、楽なんじゃないかなと思います。これを交互に10回ずつやっていきましょう。では、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、10、OK です。では最後、5種類目。5種類目はレッグスイープといいます。まあ、ほうきみたいに足をかくようなフォームを取るんですけども、まずは4の字の姿勢を取ります。数字の4ですね。これで今、数字の4になってるんですけども、このまま足を真後ろに行けるところまで持っていきます。で、浮かしたまま行けるところまで持っていきます。こうですね。そうすると股関節しっかり伸びるので、この状態をちょっとキープして、もう一回元に戻します。で、これを何回か繰り返します。この時に手はもうつかないです。手を使わずに足だけのこういうスイープする動きだけでやっていきます。こちらを5回5回やってみましょう。ちなみに正面から見ると、こうですね。浮かして、後ろに持っていくと。この時、姿勢は前傾になっても全然 OK です。で、戻してくると。この時に、床に触れないように頑張って足を浮かして、前後移動させましょう。それでは、右足から5回やってみましょう。いきます。はい。1、2、3、4、はい、5、 OK です。はい、では逆足いきます。はい、1 2 3、はい、OK です。以上がモビリティエクササイズ5種類のご紹介でした。これを毎日続けるとしっかりと股関節周りも柔らかくなるので、運動されている方とかですね、普段運動できてない人もここをしっかりと鍛えることができるので、運動機能の向上にもつながります。ぜひこちらを毎日続けてやってみてください。本日は、股関節周りの柔軟性向上をさせるモビリティエクササイズのご紹介でした。また次のトレーニングでお会いしましょう。もしよかったらチャンネル登録と高評価、いいねボタンもよろしくお願いします。それではまた。ウイシス。